フェリックス・スラットキンは、アメリカのバイオリニスト、指揮者。ウクライナ系で、元の姓はズロトキン。同じく指揮者のレガード・スラットキンは息子である。セントルイスの生まれ。9歳の時に、イサドア・グロスマンにバイオリンを習い、10歳の時に、奨学金を得て、カーティス音楽院に進学した。そこで、エフレム・ジンバリストに、バイオリン、フリッツ・ライナーに指揮法を学んでいる。 17歳の時には、セントルイス交響楽団の副主席奏者となり、24歳の時に、チェリストのエレノ・アーラーと結婚し、20世紀フォックス社のオーケストラのコンサートマスターに転出して、ハリウッド弦楽始重相談を立ち上げるなどした。第二次世界大戦中は、アメリカ空軍に所属し、空軍のオーケストラの指揮者を務めた。1947年により、 ハリウッド弦楽四重相談での活動を再開する一方で、コンサートアーツ管弦楽団を組織したり、ハリウッドボール公共楽団の指揮者を務めたりして、数多くの録音に携わることとなった。ロサンゼルスにて、心臓発作のために救世。タンプソニアン、インフォ、フェリックス・スラットキン・ファインド、エーグレイブ。ありがとうございます。